はい、皆さんこんにちは。小学5年生の算数と国語をやっていきたいと思いますね。今回に関しましては元にする大きさに注目してということで、本当に5年生最後の内容になってきます。こちらの方なんですけれども、まずはですね、こちらポテトチップスですね。一応ポテトチップスの袋のつもりで書いてるんですが、あまり絵がうまくないので、ちょっとすいません、下手くそな絵なのはですね、ご了承いただければと思います。こちらの方なんですけれども、もともとの重さがわからないんですが、20% 増量したんです。そしたら 108g になりましたので、元の重さですね。これに注目するわけですね。これがどれくらいの重さですかっていうのを求めたいわけですよ。はい。そうするとですね、20% 増量したんだけれども、このポテトチップスっていうのは、元々の、割合どれくらいですかっていうのを表すときは、パーセントのときは必ず元は 100% になります。ね。元のパーセントは必ず 100%。それに 20% 足すわけだから、増量後は 120%、元の重さに対して 120% 分の重さが 108g なんですよっていう形になる。ですので、式で表しますと、元の重さにこの 120% かけたいんだけど、このままの数字は使えなかったんですよね。小数に直すので、1.2 って直します。ね。小数で左に1、2って2つ出してください。これが 108g ですよと、こういう形で持ってきてください。ですので、四角の元を表したいときは、108を 1.2 で割ってもらうという、こういう関係になるんですね。まあ、こういう式になるって言った方がいいですね。ですので、ぜひとも皆さんですね、これ計算してみてください。で、元の重さなんで、108g っていうのは増量後の重さになりますから、これよりも絶対に小さい値が出ないとおかしいので、そこもちょっと気をつけてもらえるといいですね。はい、そうするとこちら90と出ますので、答えは 90g という風に入ってもらうといいでしょう。こんな形で出てきます。はい、続けて、丸2番の方になりますね。こちらの方に関してはですね、まあ、あるお母さんがですね、もともとあった、体重がですね、ダイエットして 12% ですね、減らしたんですよね。そうすると、今が 66kg なんですよ、ってことになる。で、元の体重は何 kg だったのかなっていうのを出したいんですが、そうすると、やはり、もともとの体重の割合は 100%。はい。そこから 12% 減量、つまり引いたので、今のこの 66g っていうのは元の 88% の、ね、体重になるんですよと、こういう形になる。ですので、ここも、元の四角に 88% ですから、0.88 をかけてもらうと 66kg ですよと、こういう関係になるんですね。ですので、じゃあ元の体重ってどれくらいっていうと、66を 0.88 で割ってもらうというわけですよ。こういう形でぜひぜひ計算してみてください。そうすると、計算してもらうと75と出ますので、75kg ですよと。ね。まあ、今回の内容は本当にこの2つの内容だけですので、こういう形でやってもらうといいですね。なんで、ポイントなのは、元にする大きさは 100% なんですよっていうところで、それに対して 20% 足したり、あるいは 12% 引いたりしてるですね、変わった後のですね、割合っていうのがそれぞれ出てきますので、しっかり元の重さや、量とかにですね、かけてあげてください。で、実際にやるのは割り算です。実際の計算は割り算になりますので、気をつけてね。やっぱり小数点の割り算は少しね、計算ミスしやすい方も、まあしやすい形になりますので、ぜひぜひ計算がね、ちょっと苦手な方は特に気をつけてやってみてください。はい。ではですね、この後国語に移りたいと思います。一度画面変わります。はい。チェンジです。はい。では参りたいと思いますね。確認よろしくお願いいたします。さあ、各一番、この物語に書かれているのはいつのことですかということでですね、こちら文章中から4字で書き抜きましょうとあるんですけど、今回はプリント、あらすじ、場面、情景という内容でですね、やらせていただいてます。それなんで、ね、テキストじゃないから気をつけてくださいね。はい、ということで、物語に書かれている場面はですね、2行目に書いてありました、9月の夜でしたって書いてあったよね。で、すっかり疲れてたります。よりなぜ疲れちゃったのかなっていうことで、理由を答えたいので、しっかりと何々だからというからでですね、答えてもらうんですが、何かをほにゃららしていたからですよね。
というわけで、数学の宿題をしていたからなんていうふうに入るといいでしょう。ね。そうするととは具体的にどうすることですかっていうことですので、これそうするとっていうのは指示語になりますから、直前チェックですね。直前見てもらうと床にぐったりと横になるって書いてあったんで、それの横になることですよね。で、やっぱり、こちらも、どうすることって書かれてるから、こうすることだよっていうんで、しっかりことでに答えてあげてください。で、聞き慣れない音とありますね。どんな音でしたかというと、その後の15行目と16行目に書いてありました、大勢の人間が一度に内緒話を始めたような音。それから、大勢の人間が一度に忍び笑いをしているような音ですね。で、過去5番、この文章を2つの場面に分けるときなんですが、前半は数学の宿題を終えて、すごく疲れてぐったりしているところ。後半は、これですね、聞き慣れない音が聞こえたところ。ですので、こちらの方は、まあ、前半後半といっても、前半本当に3分の1くらいしかないんですけど、9行目の、どのくらい、経ったでしょうっていうところからスタートしてもらうといいので、ここですね。で、ユリの行動について正しい順序で書かれているものはどれですかということで、こちらの方は、うが入ってもらってですね、横になる、聞き慣れない音を聞く、耳を澄ませる、体を縮める、船長の声を聞くってことですね。で、ユリは最後にどうしましたかっていうことで、31から32行目に、まずそっと部屋を出て、で、音がしないように階段を登っていったんですね。で、どこに行ったのかっていうと、船長の部屋に行こうとしてたんですよね。というわけで最後に船長の部屋に行こうとしたなっていうのを付け加えてもらうといいでしょう。はい。というわけで今回はプリントの内容でやらせていただきました。ぜひぜひですね、もう一度よく文章を読んでもらってですね、ちょっとですね、不思議なお話に感じるような形でね、船長なんていきなり出てきますからね、どういう関係性なのか、ちょっとこの内容だけだとわからないんですけどね、ぜひぜひ、読んでみてください。はい。というわけで今回ここまでとなりますね。皆さんまた次回お待ちしております。ではまた。じゃあね。